と待ってよ。新曲初披露。よし。こんばんは。こんばんは皆さん。モカさん、モカさん、サンミュウさん、ハタオさん、イマムさん、ツワクニャン、関西のおささん、こんばんは。 KK さん、せいちゃん、スカムさん、HM さん、クマさん、おざくにゃん、キナタンさん、ミヤッチさん、ユコピさん、おつわくにゃん、こんばんは。どうくさん、こんばんは。ゆうさん、かなおちゃん、おつわくにゃん、こんばんは。こんばんは。やっと喉がちょっと治ってきました。パチパチパチ。なんかさ、なんかもやすごくない？そんなことない？なんか白、大丈夫か？FJ さん、こんばんは。お、テイさん、ごちゃくちゃん。先ぶりだね。かなうちゃん、お久しぶり。相変わらず可愛いおつわくにゃんですね。おつわくにゃん。吉松さん、こんばんは。来週の名古屋の地形、早速撮ったよ。おお、早速すぎる。ありがとう。やったやった。さっき告知が出まして、来週の何曜日だっけ来週の土曜日かしら、土曜日くらいに名古屋に行きます。やった、綺麗フェスミニってやつですね。名古屋の方はぜひぜひ来てみてください。リノサマーさん、おつわくにゃん、来てくれてありがとう。わくにゃん来た、わーい、やっほー。久しぶりに配信来れて嬉しい。やった。あんまり配信ができてなくてちょっと申し訳なくて今日は髪の毛もまあまあ、今日はライブ1個だったからちょっとアホリはすごいんですけど、まあまだ前髪の毛も綺麗な状態なので、ちょっとやろうかなと思ってやっております。声もまあだいぶ治りました。ちょっとまだ咳は出るんだけど。スカムさん、ハートありがとう。めっちゃ可愛かった。やったやったやった。たけけさん、おつわくにゃん。みかこちゃんも、おつわくにゃん、来てくれてありがとう。カード、毎回スケジュール覚えてない。あの曜日、いや何日は覚えてる。28日なので土曜日です。あのね、分からなすぎてメモしたスケジュール分からなすぎて、今あのさっき25分から配信やりますって言ってからめっちゃメモしたここで言わなきゃと思ってメモしました。もかさん、紫ペンライトありがとう。髪型めちゃめちゃ可愛い。やった、ありがとう。これは今日このここを重ねに編み込んでもらったの。こことここ重ねは心よくいいよって言って、なんかうんよって言いながらやってくれるから助かります。今日初めて重ねにしてもらう、初めてじゃないか、2回目くらいかな。重ねは上手なの、髪の毛ヘアアレンジが。スカムさん、またハートありがとう。ミカコちゃんもハートいっぱいありがとう。コモラッパさん、おつわくにゃん、来てくれてありがとう。ライブお疲れ様でした。喉も良かったよ、治ってきて。そう、やっと治ってきた。だいぶかかった。1週間ちょっとくらいかな。そう、一番最初はね、ちょっと熱も出てやばいと思って、そう、あの東京遠征してした後にちょっとお休みがあって、みんな
その間にみんな結構ココちゃん名古屋に帰ったり、海月名古屋先に帰ったりしてて、私も福岡に帰ってたんですけども、その間に風邪をひきましたね風邪をひきました。もうあっという間に9月が終わっちゃう。本当にやばくない？あと今日は22日なので、あと1週間ちょっと、1週間10日もなく10月になってしまいます。10月は私くしの誕生日でございます。やばい、何歌おう。生誕生誕がさ、まだ告知ないよね。早く出してほしいよね。今ライブから帰ってる。あ、本当？今まだ帰ってるんだ。お疲れ気をつけて帰ってね。ライブ最高だったよ。あ、やった、アップルパイさん、ハートありがとう久々に来てくれて嬉しかったです。アップルパイさん、重ねヘアアレンジほんとすごいのね。そう、全然なんか嫌な顔せず、うん、いいよって言ってやってくれるの、重ね。優しい、編み込みかわいい、ありがとう。せいちゃん、バラありがとう。俺もワカニャンにヘアアレンジしたい。あ、なんかさ、ヘアアレンジしてるなんかツイート見たかも。なんかヘアアレンジできるのすごい。キラタンさん、キラキラありがとう。遅刻さん、こんばんは。ナリさん、ナリーさん、ヒロタカさん、ミクちゃん、おつわくにゃん、わたるさん、おつわくにゃん、来てくれてありがとう。すごい、一面が並んでる一面がいっぱいいる、嬉しい。ゆかこちゃん、生誕祭そろそろに行ってほしい。欲しいよね、絶対に欲しいよね、早く出してほしい生誕行きたいな、来てほしいな、生誕は来てほしいよね。衣装もどうしようかなってね、悩み中今。生誕歌う曲も決めてないからまだやばいよね、ちょっと決めれなくて。お仕事終わりました。髪型かわいい、お疲れ様。髪型、そう、カサジにしてもらったの、編み込みを。もかさん、ハートありがとう。ふうさん、こんばんは。チャッピーさん、こんばんは。オフィスさん、おつわかにゃん。もう10月のシフト決まっちゃったよ。高級希望も終わり。わー、やばいじゃん、やばいやばい、決まっちゃってるよね。そりゃみんな決まっちゃうよね。いや、なんか生誕のね、告知は早くしてほしいよね、普通に生誕さん、いけるかな、来れるかな、みんな。運営さん頼みます、本当に頼みます。言ってるんだけどね、早く出してくださいってちょっとなかなか忙しいみたいで、なんかちょっとまだみたい。新曲について一言、めっちゃいいですみんなめっちゃいいって言ってる。ちょうどね、さっき完成したの、完成したのかな、をココちゃんとお水木と両組で聞いて、おー、いい曲だねって言ってすごいね、なんか、なんやろ、なんだろうな、なんて言うんだろうな、曲について、歌詞がいい、めっちゃ歌詞がいい。ナナさんがさ、書いてくれてる歌詞なんだけど、まあ、全部ナナさんが書いてくれてるんだけど、いいですね、歌詞がいいです。やっぱり滑り君の曲は全部歌詞がいい。そう、土日でありますように。どうなんだろうね、土日であってほしいよね。生誕の日休みなこと願ってます。願っている、どうだろうか。本当にそうです、何のことか分かんないや東京でやってほしい。東京で生誕はまだ無理でしょ、さ
すがにめちゃめちゃ若菜が人気になったらありえるかもしれないけど、まだ大阪じゃないかな。どれもこれも急に来るからな情報。いやそうだよね、そうなんだよね、急に来るよね、すべきにって告知絶対みんなびっくりしちゃうよね。えって、カズニャンさんツアークニャンってくれてありがとう。まいちゃんこんばんは。にゃんちゃんお疲れ様。シフトも決まっちゃうし予定もどんどん入って埋まってしまう。いや普通そうだよね、それはみんなそうだよ。逆に急に告知して来れるみんながすごすぎるからなんでそんなすぐ来れるのって思ういつも。ひろとさんおつあくにゃん、お初めてショールーム来てくれたのかな、ありがとう。え今日来てくれたひろとさんかな。すべきみちゃんの曲歌詞がいいって今歌おうとしてたら若にゃんが代弁してくれたそうだよ歌詞がいいの本当に。奈々さんが一生懸命考えてくれたんだなって思うと感動します。だって全部書いてんだよ奈々さんが、すごすぎるよね。歌詞重に良すぎる。いや本当にね、愛しい君へ言葉を送るよ、頑張る君の笑顔が好きだのとか好き。あそこいいよね、わかるよ。お肉ちゃんハートありがとう。橋本さんおつわくにゃん、お初見さんはじめまして来てくれてありがとう。わかにゃん人気じゃん。まだまだ足りませんまだまだ全然全然足りません、全然納得いってないから、全然全然だよこんなもんじゃない若菜が目指してるのは。ほんとね毎回来てる方ほんとすごいよ。いやほんとにすごいの、何やってるんだろうって思う明日アモホで初めて見ます。アンドお目当てにした、アンド、あ本当？やった、ありがとうございます。 V さんはじめまして、若にゃんです。初めてか、じゃあちゃんと頑張らないと。いや全部ちゃんと頑張ってるんですけど頑張らないといけないですね、初めての方が見てくれるのならば。お目当ても嬉しい、ありがとう。髪型いいね、いいでしょう。初めてした編み込みツイン、ちょっとあんまり見えないんだけど1ヶ月以上前じゃないとシフトが決まっちゃうよ。いやそう普通そうなんだよね、普通そうだよ本当に遅いよね、私も思ってる遅いなって。歌ってくれてありがとうあれで大丈夫。あこれね全然怪我とかじゃなくて、あのほくろを取ったから全然大丈夫全然大丈夫です、怪我とかじゃないから大丈夫だよ。2週間くらいちょっと張ってるけど全然大丈夫。ラブレター映像化してほしい、全世界の人に見てほしい、ね、ラブレターいいよね、私もラブレター好きなんだよね。映像化するのかな、何やってるんだろう何やってるんだろうって思いますね、いつも来てくれる方は。全部 MV 出してほしい、見たすぎるめっちゃ売れないと MV 難しそう、全部出すのはさすがに。ほくろ撮ったんや、そう撮ったの、多分配信とかで多分なんか TikTok とか多分見たら分かると思うんだけど、あったからねここに。これ生まれた時からあってなんかめっちゃ嫌とかじゃないんだけど、なんかちょっと嫌だなみたいな感じで、小脳皮膚科の先生とその話になったから流れで撮ったノリで撮りました。そっかそっか、それならよかった、うん全然大丈夫。なんかさ、いろいろなんかさ、あの切り取ったから、切り取って塗ってるのねここ、だから
2日間くらいは手完全にパーにできなかったんだけど、今はだいぶできるようになった。今日もわかにゃん、ジョージさんありがとう。明日もわかにゃんでいてね。 MV どんな感じになるのか楽しみ。 MV ね、どんな感じになるのかね楽しみですね。入ってる予定を切るのさすがに相手に悪いしな。前々から組みたいな、スペキミちゃんの予定。いや、そうですよね、そうですよね。上に運営さんにみんな言って、ボソボソって、告知遅いよってマークさん、おつわかにゃん、来てくれてありがとう。今日もめっちゃ可愛かった。あ、また言ってるそんな可愛かったの、ありがとうなんかほのちゃんがめっちゃ変顔したって聞いたけど、てるさんもチキンの時に焼くんじゃないんだ。そう、なんかヌーンや、そう、生まれた時からあって、多分根が深いから、根が深いプラスなんか手のひらにあるほくろってのがなんか皮膚がんの可能性とかがあるから、切り取って検査に出しますって言われて、そう、切り取って塗ってるの今ここ。レーザーとかじゃね、ちょっと切れない感じだったから。明日のライブ行きます。初すべき日楽しみにしてます。えー、やった。みさみんさんあー、タンが絡んでたやった、待ってます、楽しみ。明日結構初めて来てくれる方いっぱいいる。やったやった。明日髪の毛どうしようかな、いつもね迷う。8人いるからさ、かぶっちゃうんだよね、やっぱやりたいのが。かぶんないようにするのがちょっと大変。27日バイト入れたよ。入れたの入れたの、新曲初披露なのに。痛そうすぎる。そう、ちょっと痛かったけど、もう大丈夫。大輔さん、こんばんは。こんばんは。え、この大輔さんってさ、お水木推しの大輔さんですか？私も足に大きいほくろあるの取りたい。謎にギブスしてた時後にできた。え、ギブスしてる間にできたってこと？大きいのやだよね。やばい、すぐタンが絡む。スカワさん、3連ハートありがとう。カメコしてます。絶対可愛く撮るので、この曲撮れるって大きくアナウンスしてほしいです。あ、やった、カメコさんだ。ね、初めての恋は夏だったっていう曲が撮れるんですけど、多分ね言わないんですよ、この曲は撮れるのでみたいな。あ、言うかな。なんかね、私たちまだ3曲しか曲がなくて、だいたい20分以上のステージだと同じ曲2曲歌ったりするから、2回目の時とかはこの次の曲は撮影 OK なのでとか言うかもしんないから、その時に聞いてもらえばいいかな。そう、はい音楽配信サービスでも音楽配信してるので、それで聞いてもらえばイントロでわかるかと思いますので、よろしくお願いします。亀子さん、可愛く撮ってねなんか私ライブ写真あんまり可愛く写らない人なんだけど、ちょっと可愛い瞬間を頑張って撮ってもらえればと思いますめっちゃ強烈な変顔してくれた。2枚変顔してくれたよ。そんな2枚もしてくれたんだすごいな。私は絶対変顔なんてやらないので、頼まれてもやりませんので、よろしくお願いしますはい、その大輔です。おお、ちょっと聞いたことがあります。お耳に挟んだことがあります。
ありがとうございます、配信来てくれて。さとかちゃんさん、おたくに来てくれてありがとう。小学校上がる前の話やから覚えてないねんけど、ギブス外したらできてた。やだねそれ、なんか何これってなっちゃうよね。トンナさん、こんばんは。7日の日は最後の時に撮影 OK です、可愛く撮ってくださいって言ってた。そうそうそう、そういうことをね言う、その MC の後に歌う時は言ったりするから、それを聞いてもらえればと思います。この前若には数枚しか撮れなかったけど、個人的にはいい写真も撮れた気がする。あ、そうなの。本当は私よく事故るからさ、あの動画を止めるとよく事故るからそう、ちょっと大変だと変な顔写ってるかもしれないんですけど、可愛いのを選んでください。よろしくお願いします。次若にゃんにもお願いするね。多分あの顔は本ちゃんにしかできないな。いや、お願いされてもやらないから若菜は変顔しないから、よろしくお願いします。頼んでこないでください頼まれてもやらないから。え、クルスミューさんが2度目の訪問だって。やっほーミューちゃん、ラブミューちゃんラブですミューちゃんとさ TikTok 撮ったから早く見せたい、みんなに。そんなことなかったよ。本当ならよかった。我が家のライブ写真全部かわいいよ。本当に、なんかおみくちゃんが載せてくれてたやつで一個めっちゃ面白いなってさ、なんか家族がそれを見ててめっちゃ笑われたのなんかこの若菜ないって言って全然、まあ、載せてくれてていいんだけど、家族からしたら面白い写真があったらしくてめっちゃ笑われためっちゃネタにされてるもかさんキラキラありがとう。変顔は頼まれてもしないタイプと、はい、頼まれてもしませんのでよろしくお願いします。今日もわかにゃんありがとう。サボさん、明日もわかにゃんでいてね。変顔大歓迎の紫と変顔しない紫、はい、変顔は絶対しませんのでよろしくお願いします。相思相愛組やったー相思相愛だよ、嬉しすぎるよね。今日も特典会の時にちょっと私の列がなくてこんな暇だなーってしてる時にみゆちゃんもちょっと並んでなくて、並んでない時期があって目があってウィンクされたのウィンク仕返したけどウィンクも帰ってきてちょっと心を打たれてしまったってみゆちゃんの強いオタクワクには、はい、みゆちゃんの TO なのでよろしくお願いしますやばい、画録しとけばよかった、ビッグラブ、ビッグラブ画録しなくてもいつでもやりますよ、目の前でみゆさんみゆちゃんと TikTok かわいい、そう早く見せたい、かわいいかな。みゆちゃんがただのオタクで笑ったわかわいいよみね、みゆちゃん、みゆちゃんは大好き。ハート送ってくれた、やったー、みゆちゃんありがとうビッグラブ、みゆちゃんビッグラブ。何のやつだろう、何のやつでしょう家族、ご家族にも見られているなんてあの私の親めっちゃ見てるかななんか若菜以上に見てるんじゃないかってくらい見てるかな。そう、みんなのツイートとか写真とか、みゆちゃん自分も抱っこカメラだけど東京の時に可愛い若菜はたくさんだったと思う。確かに、スカムさんもなんか可愛い写真があったような気がする、撮ってくれてたような気がする、載せててくれたやつ。みゆちゃんも若菜ちゃんも
強たすぎて可愛い相思相愛なのでなおきおつわくにゃーん、やっほー。ほのちゃんは全力すぎて引かないでねってショールームで言ってたすごいな、全力で変顔できないな人前では何それかわいい、会場でそんなこと。そうだよウィンクされた、仕返した。みんなほんとメンバー大好きだね。そうだよ、みんな仲良しなの、ほんとにみんな仲良しだよ。なんか女の子、なんか女の子の集団がそもそも私あんまり得意じゃなかったんだけど、なんか居心地がいいです、ここは。本当にすべき身はとっても居心地がいい。みんな優しいしね、みんな優しいし、みんな可愛いし、最高のメンバーですよ本当に。通所で変顔ならいい？てるさんがしてもらって構わないけど、私はやらないよあの変顔をあのデジタルタトゥーにしたくないので絶対にやらないデジタルじゃなくても、あのもう形に残したくないから変顔を絶対にやらないよ。ヤッシーさんこんばんは。ゼロさんおつわくにゃん、来てくれてありがとう。若菜さんとみゆさんのキーホルダー、妖精さんと人魚さんの絵柄を探すのが難しかった記憶。え？キーホルダー、あれか、あれは大輔さんがくれたやつだったんですかあれ東京公演でくれたやつですっけ。多分そうだよね、確かに妖精さんなんかいた気がする。飛んでるやつですよね。おみくちゃんハートありがとう。マジでいいカメラ欲しいと思ったけどね、あのすべき身ライブの時と。あー、なんて読むんですかこれはなんて読むんですか。いい、うん、あ、十五夜、普通に十五夜だわ、失礼しました普通に十五夜だった、失礼しました。十五夜お月様ですね。カメラいいね、カメラ撮ってほしいな、いいカメラで高画質かわいいバカニャンを撮ってほしい。バカニャンの変顔想像できないわ。でしょ、やらないもんだって友達の前とかでも全然しないよ、家族の前でしかやらない。家族、妹とかだったら全然変顔対決とかできるんだけど、人前ではやりません。直樹かわいいスタンプとハートありがとう。みんなでいると本当に楽しそうなもん。そう、楽しい、みんな本当にみんな大好きだよ。若には変顔しても可愛いから大丈夫やで。可愛いわけないじゃないですか、変顔なんだから変顔なんだから可愛くないよ。東京公演の記念品になればと。ああ、やっぱそうか。大輔さんだったんだ、ありがとうございます。もらいましたよちゃんと。フェリーパープルの妖精さんか、そうそう、その妖精さんだね。十五夜、うん、普通に十五夜はい、失礼しました。ワカニャンのペンライトの色はあるんですか。ワカニャンは紫を2本以上持って回るのを言っております。あのね、薄紫の子もいまして、私は濃い紫なんですね。で、薄紫の子は紫と白を持ってもらうみたいなので、私は紫を2本以上持ってもらうようにお願いしてます。よろしくお願いしますそうそう、高画質めっちゃ綺麗可愛いワクニャン撮りたい、撮って撮ってなんかトモコレ思い出した、撮って撮って次は絶対に iPhone Pro で買い替えます宣言。あー、いいね、16出たでしょ、めっちゃ高画質みたいなツイート見た、めっちゃ画質いいみたいな
私もね15プロ使ってる。まんべんなくいろんなメンバー取りたい気持ちもあるけどできてない。アリスとほのちゃんね、まあ、でもたまに来てくれるのでも嬉しいから全然待ってます。いつでも妹いるんやね。いるよー、ケータおつあくにゃん来てくれてありがとう。あくにゃん妹ちゃんと変顔対決するの？するよ。対決じゃなくても急にしたりする。なんかなんかね、妹とはそういうことを結構するんだけど、俺は変顔若にゃんも好きやで。ああありがとう、やらないけど。やらないけどありがとう。ちょっとお風呂に行ってまいります。行ってらっしゃい。懐かしすぎるやろ。ともこれね、あみくちゃんハートありがとう。特典会の時も話したけど、自分のペンラ紫分かりづらすぎるんよったよな。そう、本当にピンクに見えるんだよね。あれ何なんだろうね。でもあれ紫なんでしょ。なんかさ、紫単色のペンライトとかあるじゃん。あれだったら絶対多分紫だよね。単色のペンライトが多分一番色強いもんね。どの色もちゃんと発色する。トモコレバラ。急なトモコレにじまってます。取って取って、ごめんなさい。トミーさん、ヒノさん、おたくにゃん来てくれてありがとう。あくにゃん大好き、ドラえもん見せられてよかった。よかったの。あれマジで面白かったんだけど、白塗り、顔面白塗りドラえもん。あくにゃんのそっくりさん、お久しぶりですって言われるね。はぁ、確かに。バカニャンのそっくりさん、お久しぶりですみたいな。マジでバカニャンに一生向けてるけど届いてない感最初めっちゃあったもん。ペンライトでしょ。そう、なんでだろうね、あれはピンクなのかなみたいな感じでさ、チラチラ見てたんだけど、そうチラチラ見てて最初ね、でもめっちゃ目合うから多分紫なんだろうなと思って、多分なんか乃木坂のペンライトがの紫がピンクっぽいんだと思う。多分これは思います。結構やっぱその坂道の時から来てくれた方がいるから、乃木坂ペンライトとか持ってる人結構いるんだけど、やっぱみんなピンクにちょっと見えるんだよね。紫なんだけど、俺でもペンライト紫だよ。え、乃木坂の運営さんにペンライトについて文句言わんとやな。いやいやいや。まあちょっとね、普通に確かにその乃木坂メンバーの方もちょっとね分かりにくいと思うから、ちょっともうちょっと紫にしてくださいとちょっと言った方がいいかもしれない、もしかしたら。後半なんか自分がレスに異常に喜ぶから気づいてくれたっぽいけど。いやだ、目が合うから気づいた。若にゃんの配信見たすぎておじさん首が気になっちゃった、なんちゃって。ドラえもんってマジブルベだよね。いやブルベとか関係ないから、あれただ青いだけだから。ブルベってね、別に青いからブルベとか白いからブルベじゃないんだよあれは。私はパーソナルカラー診断の資格を持っているので分かりますけども。東京の時単色ペンラ持ってったけど、カナチェンの方が多かった記憶。うん、みんなやっぱチェンジ系かな。あれ単色わざわざ持ってたんだ、ありがとうね、嬉しい。ノエミンのペンラーの紫、薄紫はやっぱピンクに見えるって言われた。あーやっぱ見えちゃうんだよね、やっぱだから紫にしないといけないね。赤めちゃおもろい。
他のメンバーにもドラえもん目撃されてた。さすがにあれは目撃されるよ、目立つもん。山田奈々ちゃんのペンらしく持ってないや。え、そんな奈々さんのペンライトがあるの、初耳。もう長らく使ってないけど、どこにあるか分からんけど。わかんないかい。パルさん、お宅に来てくれてありがとう。これから目合わせに行くね。いや、テレさんはわかる、すぐ。紫持ってたらすぐわかる。タカさん、キラキラありがとう。喉治った？完全に治ってはない。なんかたまに痰絡んだり咳出たり、ちょっと今もなんか声かすれてきてないっていう感じする。喋ってたらなんか喉なんか喉かすれてきたかもしれない。やばい。龍角散を舐めますか。龍角散を舐めながらちょっと喋りますね。あの日ずっと見てたからな、目合うもん、あ、目も合うね、そりゃ。うん、近かったしね、前の方いてくれてたもんね。え、診断してほしい。なんとなくわかる。でも大体なんか、うん、大体アイドルのアイドルさんとか診断してなくて、こう写真見てこの子多分こんなのだなと思って診断してきたら大体合ってる、私の予想と。なんとなくは分かるかな。よりだかペンラーでピンクっぽい紫を振ってる人いたら自分です。いや、そう、でもよりだかペンラーでピンクっぽい紫振ってる人4、5人いるんだよね。4、5人いるんですよ。めちゃくちゃかっこいいな。資格かっこよすぎ。そう、美容の専門学校行ってたから取った。みんな強制で取りましょうみたいなやつだったから取った。前の癖強いボケにマジレスするわかにゃん大好き。うん、マジレスするよ普通に。また言ってるとか言うし。ライブはそこまで近くで見れると思ってなかった。うん、あそこ近かったもんね。ライブなんかステージ、東京公演ね、ステージとフロアの段差も全然なかったから、あんなにでもちっちゃいとこ初めてだったから、あれ以上あれが過去一で多分近かったと思う。そう、だから次行くときはもうちょっとあれ、もうちょっと段差あったりするかもしんない、東京もしかしたら。へえ、パーソナルカラー診断できるんだ。うん、なんかちゃんとはやったことないけど、人にね。でも資格は持ってるから、まあしようと思えばできるんじゃないみたいな。おー、パーさん、ハートいっぱいありがとう。12月大阪行きたいな。おいで、おいで、おいで。卒業コンサートのやつやけどね。へえ、そうなんだ、知らなかった。認知してくれててめっちゃ嬉しい。よく来てくれる人数少ないから覚えてるよ、ちゃんと。 V さん、バラありがとう。緑だるまもありがとう。まこちゃん、喉を無理せずに、はい、無理しないように龍角散を舐めます。若いなのに出会えた奇跡。お、奇跡。大事なのですか。大事、ありがとうございます。明日もライブなのでちょっとあまり壊せませんね。で、私何時から始めたっけ。25分か。もうそんな経ったんだ、早っ。そろそろ終わりましょうかね。もうちょっと喋ったらちょっと壇上を読もうかと思います。喉大事にね、ありがとう。俺もパーソナルカラー1と2持ってるよ。え、1と2って何。1と2って何ぞや。そんなのあるの。私が撮ったの何なんだろう。
あのボケのためだけにストロングゼロの缶用意した。持ってきてやると思ったもん。東京行きたかった。東京ね、めっちゃね、うん、めっちゃ近かったよ。でもまあでも一番前とかの人は多分めっちゃ近いんだけど、なんかステージその段差がなかったから3列目以降とかは結構ね前の人で多分見えなかったんじゃないかなって感じする。出てきた瞬間近すぎてびっくりしたもん。いやでも乃木坂とか普段行ってる、そっちばっかりに行ってる人からしたらめっちゃ近いよね。あれえげつないよね。ネタね近かったよね。みんなでも楽しそうでよかった。大阪でひたすらだるまの串カツ食べてた。だるまの串カツ何ですかそれ、お店ですか？全然知らない、全然大阪知らないから。東京公演は特殊だったのですか？うん、あれは特殊ですかね。あんなに段差ないことないからな、びっくりしたもん。だって普通に踊れなかった。あれはちょっとね、あそこに8人か、あそこに8人はちょっとね狭かったね。ちょっとあのみんな振りがなんかこんなんだった。四千頭身の石橋さんが YouTube のラジオでセビちゃんちゃんの話してくれ、そうなの？でも見に来てくれてたの、その石橋さんが見に来てくれてたんですよ、東京公演に。この四千頭身の石橋さんって方がね見に来てくれてて、奈々さんのお知り合いかな、喋ってくれてたんだ、嬉しい、ありがとうございます。知らなかった、嬉しいな、みんなに言っとこう。あそこまで近いと亀子それには近すぎるかもって思いながら東京の動画見た。いやあれ本当に近すぎて撮れない、近すぎて撮れなかったんじゃないかなって感じ。多分実家にあると思われるがペンライトね。こんな白銀亭ですか、これは。カレー食べたい、わかんないそれも。なあちゃんのうちは今の家ちゃんと持ってきて飾ってる。おおすごい、さすがですね。ちーちゃんハートとレインボースター、ありがとう。おパルさん、クマちゃん、やった、なんかかわいいクマちゃん送ってくれてる、ありがとうクマさん。次いつ行けるかな、行ったら初めましてしないとね。うんそうだよ、待ってるよ。色彩技能パーソナルカラー診断、こんなやつ持ってる。色彩技能パーソナルカラー診断、どれなんだろう、私持ってんのわかんないな。ライブハウスの距離感に慣れちゃうともう抜け出せないね、わかる。でもね、いつものとこよりもめっちゃちっちゃかったの、狭く、近くて距離が、東京公園はね。近すぎて恥ずかしすぎてどこ見ていいのか分かんない時間あった。一番前にいたからね、クピちゃんは。せいちゃん、バイ花束ありがとう。コンパクトダンスになっちゃうね。そう、コンパクトダンスだった、本当に。つぶきみ大好き、嬉しい、ありがとう。いつでもまた待ってるよ。ハッシュタグすむきみで投稿されてて、それで私も気づいた。冒頭10分ぐらい話しか、そんなに話しかけてたの、やば、知らなかった。ケータハートありがとう。ココシャンさん、今日も赤やん、ありがとう。ヤッピーかわいい、ラブラブ。めっちゃテンション高い。頭からに出てね、ありがとう。先生、ピカチュウはイベに入りますか？あれは多分、あれピカチュウブルメだと思います。
あれ金色だけどイエベじゃないよ多分、あれブルベだと思うな。ピカチュウは原色だから。明日はテレビも放映ですね。こちらは一日遅れて YouTube で見ます。明日か。でもね、私寮もねテレビないから、私たちも一日遅れて YouTube で見ることになると思います。テレビないの。髪型かわいすぎる。やった、ありがとう。いつもチェキ行くとき緊張してかわいいしか言ってない気がする。ほんと？割とちゃんと喋ってくれてない？大阪楽しすぎたからまた行きたい。堺東のカツ丼めちゃくちゃ美味しかった。なんだよそれ。食べて帰ったってこと？スカムさんハートありがとう。まだテレビなかったのか。そうは、テレビ自体はあるんだけどね、コードがないの。もうテレビあげるって。ちょうだいもん。プレゼントする人出てくるぞ。家のやつでよければ。本当にテレビはあるの、テレビ自体はあるの。なんか電源コードみたいなの、電源コードみたいなのがなくて、揃わなくてないんです。まだまだテレビつなげてないんですね。コードプレゼントのコードを鳴らさらげるって。なんかなんだっけ、なんて言うんだろう、電波を受信するやつじゃなくて、完全に普通にテレビの電源コードみたいなのがなくて、そう配線してあげたい。お願いします。もう本当にちゃんとライブも見に行ったやん。うん知ってるよ。だからその帰りに食べたのってことよね。カツ丼他になると、昨日はいい意味で緊張せずにおしゃべりできてよかったです。あ本当よかった。ちゃんとあれだね、アイコンもワカニャンって書いてるやつのパネル持ったやつにしてくれてた、ありがとうね。アンテナ線がないってことかな。HDMI コードか、それとはダイソーにあるで、わかんない。わかんない、何がないのかもわからない。運営の人に頼んでるんだけど来ないの、電電コードが。もうココちゃんはさあ、もう諦めて、もうなんかココちゃんも最初めっちゃテレビ早くって言ってたのに、もう全然来ないからもう何も言わなくなっちゃった。エアコンはどうなったの？まだついてないよ。ついてないの、エアコンやばくない？もう夏終わるんですけど。もう夏終わりかけてますけどって、本当につけてよ早くエアコン。もう誰か業者さんいませんか、本当につけてください。エアコンと電源コードください。でそういえばアバターどうなった？そうアバターね、そろそろ作らなきゃと思って、考え中。ちょっとね、忙しかったプラス体調を崩してた期間が結構あったから全然進んでなくて、ちょっとぼちぼち考え始めるかって感じで、ちょっとまだもうしばらくお待ちください。諦めムーブに入ったココちゃん、そうなの、もう言わなくなっちゃったテレビって。かわいそうに。テレビ大好きココちゃんなのに。写真撮って X にあげればお助け隊がなんとかしてくれる。買ってきてくれるの。地獄やん。そうだよ、ないよエアコン。エアコンなしでよく過ごしてるね。まあエアコンだからリビングについてるやつを結構温度下げて、自分の部屋のドア開けて扇風機サキュレーターみたいなの置いて
なんか頑張って送ってるみたいな。ドア閉めるとちょっと暑いね。今ちょっと閉めてるけど、だからちょっとそろそろ暑くなってくるかもしれないから、ちょっとちょうどこの辺で終わろうかなって感じなんだけど、エアコンないと生きていけないですよ。本当ですよ、本当ですよ。もっと大声で言いたい。言ってるんだけどね、エアコンまだですかって。本当に夏終わるよね。本当に終わりますよ。もう今日めちゃ寒かった。なんかあのライブ終わりに、そうライブ終わりに家の近くでこう最寄りにさ降りたらさ、寒って思った。それこそ寮の様子を京都テレビさんに密着してほしいくらいですね。確かにテレビがあるのにコードがなくつかないテレビです、こちらって。こちらは若菜さんのお部屋、エアコンが、ま、なんとないんですとか言って、本当にもう梅田とか駅でかすぎてびっくりした。な、梅田でかいよね。確かになんかいっぱいあるよね、梅田の周り。今いいアバターないから傘になるやつにしてる。あ、そうなの。ちょっと待ってて、作るから、可愛いの作るから待ってて、待ってる、待ってて。そういう感じでしょ。なんか今日ちょっとめちゃくちゃ涼しいね。涼しいよね、今日寒かったもんマジで。さっき涼しい声で寒かった。今駅から歩いて帰ってるけど、ちょうどいい涼しさで気持ちいい。わかる、めっちゃわかる。いいよねこの涼しさ。そうそう、秋服着たいのに名古屋まだ暑い。なんか名古屋暑いってな、ココちゃんに聞いた。そういえば名古屋暑いんだよねって。一気に気温下がりすぎマジで。みんなも風邪ひかないように気をつけてね、気温差で。まだやってた、夜ご飯を調達しに行ってました。あら、おかえりなさい、おかえりなさい。お疲れ様です。でもうちょっとで終わるよ。壇上を読んで終わろうと思います。ホワイトボードを向こうに置いてきてしまいました。あ、じゃあちょっと一旦今告知出てるライブのご紹介をしたいと思います。明日は梅田アムホールにてアイラバっていう、なんかいっぱいアイドルさんが出る、いっぱいではないか、6組くらい、6か9組くらいアイドルさんが出るライブに出ます。梅田アムホール明日です。で次27日、来週の金曜日にすべき2回目の定期公演があります。でここで新曲を披露します。パチパチパチ。心斎橋クラゲってとこかしらですね。であります、定期公演。ぜひ皆さんお越しください。で28日次の日ですね、キデイフェスミニ名古屋です。こちら名古屋、初めての名古屋遠征です。名古屋リニーというところであります。これも楽しみですね、初めての名古屋で。そのまた次の日29日に推し活スキャネフェスというものですね。こちらもまた梅田アムホールでありますね。梅田アムホールめっちゃある、楽しみですね。そしてめちゃめちゃ飛びまして、10月20日のもうこちらもまた名古屋です。アイドルアラモードっていうやつですね。名古屋ライブズ、ファームライブズ、なんかまあこういうところであるらしいです。名古屋が2回決まってますね、すでに。やった、名古屋の方はぜひお越しください、よろしくお願いします。はい、メモってきましたから、わからなすぎて。皆さんお待ちしております、待ってます。あ、7フェスも大事でしたね。めちゃめちゃ大事なものがありましたね。10月13日ですね。10月13日はゼップナンバで7フェスという、ナナさん、私たちのプロデューサーのナナさんが
呼びたい見たいアイドルさんたちをお招き呼んで、豪華なアイドルさんたちがもう出てくれるナナフェスというものがありまして、こちらがつべきみ本デビューとなりますので、皆さんこれも絶対に来てください。これは絶対に来てください。強制です。これは強制で皆さん来てください。よろしくお願いします。ゼップですよ。ゼップでスペキミが見れますよ。皆さん大事ですよ。これはお待ちしてますね。皆さんありがとう。ナナフェス教えてくれたの誰だ。パレードさんだ。ありがとう。忘れてました、大事なところ。これ何、パワーもらいたい。パワーカメハメハみたい。肘打った。レニー初めて行く箱なんだよね。あ、行ったことないんだ。私も行ったこと、知らなかった、普通に知らない。あの東京の箱は結構わかるんだけど、ちょっと名古屋とか大阪はちょっとまだ私もよくわかりません。で金曜日かオフレクでも行けば行けるかも。全然遅れてでもいいよ、待ってるよ。27日公演遅い時間で、28日名古屋ってめっちゃハードだね。うん、ハードだよ。すべきみここ最近めちゃめちゃハードだから、だからみんな体調崩してる。みんなして体調崩してる。ハードすぎてみんなパターン級。名古屋2回嬉しすぎるね。とかパルさん名古屋だっけ、そりゃ嬉しい。来てね。10月20日の箱もボートメッセのすぐ近くで、そのとこに箱あるんだって驚いた。全然わかんないけどね。全然わからないけど、10月の名古屋は屋内と野外両方あるんですね。あ、そうなんだ。へえ、知らない。全然知らない。名古屋2回もいいなね。東京も行きたい。ナナフェス一番大事よ、ほんと大事。ナナフェス行く。おお、やったーやったやったー。勝手にナナフェスはもうみんな来てくれるものだと思ってますから、お待ちしてます皆さん。大事すぎてみんな来るよねっていうスタンスで待ってます。ナナフェス楽しみです。あ、ナナさんフェス。パワーもらったから頑張れそう。うん、頑張って、また体調崩さないようにね。はい、頑張ります。また喉が悪くならないように頑張ります。すぐ喉痛めちゃうから、体調ほんと気をつけて。気をつける。大輔さんお疲れスタンプありがとう。昨日やばかったんでしょ。昨日咳が出るなくらいで、今日もなんかあんまり良くないけど、まあ喋れるから、歌いもできるけど喋りすぎたらやばいなみたいな、だからちょっと今日も喋りすぎてる。もう1時間経っちゃったよ。ちょっとマジで読もうと思います。ちょっとホワイトボードを持っていきます。よいしょ。もかさんハートありがとう。27日に仕事から駆けつけることになるか、多分間に合わないの。あにゃあ、いや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 。もかさん、サメスタップ、あ、はね、サメハートありがとう。お、サンキちゃんおつわかにゃん。全然わかにゃんに会いに行けてない、寂しい。最近ね会わないの、確かに待ってるよ。昨日から予定詰め詰めよね。そのためのオフだったんだろうけど、そのためのオフ、いや、あのね、東京遠征があった
時がやばくてそこがやばすぎたかな。ちょっと一旦休憩しましょうみたいな感じでね、みんな帰省したりしたんだけど、その期間みんなちょっと終わってたね私含め終わってた。体調が、ワートメッサー長いのマカリメッサーみたいなとこだよ。へえ、アクセス悪いんだ無理しないでね。はい、人気になってくの嬉しいけど寂しい。まあ嬉しいことですよ。嬉しいことだよ。人気にならないと続くものも続かないからね。大事だよ人気になるのは。私はお酒済みになりたいよ。なっちゃおうぜノリでノリで大阪住んじゃおうぜ。わかんない、もう大阪に住むなんて思わなかったよ数ヶ月前まで。もう終わりかしら。うん、壇上読んで終わろうって言いながら一生コメント読んでる確かに7日と8日は2公演9月1日公演、あ、9月、あ、ちょ9日1公演、そして10日が東京ですかって。はい、その次もね、ちょっとあの言えないんだけど、あって仕事がまだ言えないんだけど、みんなで仕事があって、その次の日もね、やばかったのやばかったの、その錬金がやばくて。昨日フルーツディッパー見えたけど人半端なかったよ。あれ行ったの？見たよ、めっちゃ人いるの。リリーベでしょ、行ったんだ。めっちゃ人いたよね、写真見たけど。リリーベじゃなかったもん、なんか人のあれが、人いすぎて。ひろとさん、おたくにゃん、おたくにゃん、すごいスケジュールと思いながらお迎えしましたありがとうございます。仕事も捨てて、うん、仕事なんていっぱいありますから世の中仕事なんていっぱいある。ナーフェス行きたいな。来てよ来てよ。来れないの？ゼップでつぶひげみちゃんが見れるぞ。ほんと休めるとき休んでね。うん、あー、じゅうじんちゃんメガホンアリスさんに合わせて踊っていただいてありがとうございましたえ、それ誰か、あ、みずきが聞いたの踊りましたね、メガホンアリスが使って、私が横で踊りましたね。なんで知ってるんですか誕生日何かしたいと思いで行くかまで運転したの、そしたら人を過ぎて地獄。あ、そういうこと。だってあれ近隣住民大変だよね、あれ。普通に買い物しに行ったらあんだけ人いたらびっくりしちゃうよね。次ナナフェスになっちゃうけど、若にゃんに会えるの楽しみにしてますね。うん、楽しみにしてる。やった、大阪に来てくれるの嬉しい。ひろとくんって呼んでほしいです。はーい、多分今日来てくれたひろとくんだよね。だるまありがとう。フルーツジッパーってそんなに人気ないや。人気だよ、人気でしょ、フルーツジッパーさんは。レコ帯取ってるからね。シンディスーカちゃんだけは唯一知ってるけど、あの芸歴長いもんね。今日会えた、うん、今日ありがとうね、来てくれて。次に若いのに会えるのいつだろう。生誕明ける日程だってほしいな。ねえ、いつ、早い、いつになったら出すんだろう告知。おみちゃんが楽しそうに報告してくれましたよく嬉しそうに報告した、楽しそうに報告してない、よかった。普通に買い物してる人は地獄だろうね。いや地獄だよね、人多すぎて。わかんねえ、ヤッホー、こんばんは、お疲れ様、久しぶりめっちゃ詰めてるヤッホー、チーパンさん、ワンタイムさんもおつわくにゃん、黒猫さんおつわくにゃん、天才テレビが見せたらその世界知ってる。なるほどね。はい、ということで壇上を読みますいつになったら読むんじゃいって、よいしょ。ちょっと時間かかるからさ、この前
の方式でやろうかな。1人だけ1人で書いて、それ以外は2人ずつ書いてもいいですか。めっちゃ時間かかるんだよね、ここの壇上を書くのが。ちょっと待って、はーい、13位ケイタ、12位スカムさん、ありがとう。わーパチ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 、はい、どっちも東京に来てくれた2人だ。11おみくちゃん、違う、うん、待ってる、11おみくちゃん、10位マムさん、パチ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 、ありがとう。はい、よいしょと、9位と8位ですね。9位ゆこぴちゃん、8位いなちゃん、ありがとう。はい、女の子だ。嬉しいな。ほいと、7位と6位はい、7位みかこちゃん、6位だいすけさん、ありがとう。はーい、めみかこちゃん、昨日ライブでめっちゃなんか楽しそうにしてくれてたの嬉しかった。めっちゃライブなんか楽しそうでこっちも楽しくなりました。めっちゃ良かったな、楽しそうで。なんかやっぱ楽しそうにしてくれてるとこっちも嬉しい。なんか私とかそうなんだけど、ライブなんか楽しく見ててもめっちゃ顔死んでるから、多分見てる時って、だからこう分かりやすく楽しんでくれてるとすごい嬉しい。5位モカさん、4位 V さん、ありがとう。 V さんは初めましてなのに4位嬉しいです、ありがとうございます。パチパチパチ、3位と2位ですね。3位せんちゃん、2位なおき、ありがとう。せいちゃんは昨日会ったね。なおきが来週とかになるんだっけ、忘れた。忘れた、来週くらいになるって言ってたよね、多分。はい、今日の1位パルさん、おめでとう、ありがとう。パルさん結構1位になってるイメージある、嬉しい。わーい、ありがとう。イエイ、パチ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 、ありがとうございます。皆さん読みます読みます。
と待って、アホ毛やばい。ねえねえ、若にゃんで X ポストしたよ。本当？ちょっと見てみる後で。ありがとう。整理券も取ってたけど、イベント参加券何も取れなかった。いやあんな聞いたらなんかやばいみたいな、見たリベレベルじゃないみたいな。あ、壇上落ちちゃった。ありゃ落ちちゃった。なかなか終わらないね。もうすぐ終わります本当に。お疲れ、にゃんフラワーさん来てくれてありがとう。あ、終わりなのか。お疲れ様、明日も楽しんでね。頑張ります、楽しみます。フラワーさんハートありがとう。特典会の1番と2番目だ。東京の特典会の1番目と2番目だ。東京の特典会の1番目と2番目だ。なるいか。ああそこね。ありがとう、こちらこそ。初見です、やみちゃんさん、はじめまして。すべての瞬間気になったわかにゃんです。よろしくお願いします。小湊わかなです。おしめわかにゃんだよ、嬉しい、ありがとう。みんなありがとう。ひろとさんハートありがとう。ありがとう、恥ずかしい。そんな恥ずかしがらずに、顔死んでるけどいつも楽しいよ。ありがとうございます。私も顔にライブ中出ない人だから、まあ分かる気持ちは。楽しくても顔に出ないのは分かる。ありがとう、明日撮るよ。よろしく V さん、可愛く撮ってください。どこにいるか分かんないか、カメラいっぱい見ようと。ありがとう、黒猫さんハートありがとう。わかりやすく楽しむ練習頑張る。それ嬉しいかもしれない。私もライブ見るとき集中しすぎて顔怖くなるんよな。いやでも凝視してるとなっちゃうよね。カズニャン、おつあかにゃん、あーありがとう、いいありがとう。明日行きます。お、明日来んの、やった、来てくれるようになったんだね、待ってるよ。わかにゃんのさん付けと呼び捨ての違いは何なんだ。基準はないけど、なんかなんとなく。なんかさん付けっぽいキャラと呼び捨てっぽいキャラいるじゃん、なんとなく。呼び捨てがいいなら全然呼び捨てで呼ぶけど、さんっぽいなと思ってるからさんって呼んでる。女の子はちゃんで呼んでる。指捨てっぽいなと思ったら指捨てでよく。配信ありがとう、こちらこそありがとう、幸せでした、嬉しい。久しぶりに最初から最後までちゃんと見えた。ほんと？ありがとう、久しぶりにやったもんな。ちゃんとコツコツファンレベル上げていかないとだな。ちょっと配信なるべくできるように頑張ります。大輔さんありがとう、スタンプありがとう。こちらこそ見に来てくれてありがとうね。それだわ、それだわ、それでは皆さんおやすみなさい。ありがとう来てくれて。じゃあね、明日もライブ頑張ります。バイバイ。